で明日の、明日じゃない、来週の乃木曜日担当さんに宿題を出そうと思います。さあ宿題なんですかね。あ、じゃあこれいいかな。あ、これいいかも。さっきのまあ話じゃないけど、これ聞いてみたい。はい、じゃん、書きました。待って、今めっちゃコメントで大正解の人がいた。びっくりしちゃった。はい、ハロウィンにしたいコスプレはありますかっていう質問です。今本当にコメントにめちゃ目に入ってきた。そう、ハロウィンいいね、いいかな。みんながね、みんなのさ、まあ、僕は結構さこういうねお話しするけど、なんかみんながさそういうなんか、まあ、握手会とかでさやったりするけどさ、あんまり聞いたことないから聞いてみたい。はい、ということで、はい、書きました。宿題よし。それでは前回の配信メンバーリリアちゃんからの宿題をやりたいと思います。リリアからの宿題はじゃん、月曜メンバーさんへハロウィンにしたいコスプレはありますか、リリアよりですって。ハロウィンにしたいコスプレ、コスプレか、難しいね。なんだろうね、コスプレって何があるの。でもさ、なんか握手会とかで結構メンバーやってる子いたけど、ジュンはあんまりやんなかったんだよね。耳とかだけつけてた。なんかやるなら全部ちゃんとやりたいなって思うよね、やっぱり。なんだろうね、なんだろう、アダムスファミリーのやつとか可愛くない？ハーレークイーンとか、ああいう映画の登場人物とかがいいかもね。おしゃれにできそう。でもちょっとセクシーすぎるか。まあ春にしたいっていう、まあ願望なんでやらないです。なんだなんだ、いつかやってくれ。なんかさ中途半端なのは嫌なの、わかる。もうなんかやるならちゃんとやってさ、スタジオも借りてちゃんと写真も撮りたいなーって感じかな。青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 、やるしかねえ。